愛媛マンダリンパイレーツ背番号11、玉木隼人投手。和歌山東高校から愛媛マンダリンパイレーツに入団した玉木投手は2年目の今年、身長190センチの長身から投げ下ろすマックス148キロのストレートとスライダーを武器に6勝3敗1セーブ防御率 1.73 と手応えのある結果を残しました。夢は、やっぱりプロ野球選手になっていっぱいお金を稼ぐことですね。もうそれ一択です。シーズンが進むにつれプロ野球 NPB からの注目度も高まり、バックネット裏にはスカウトの姿も目立ちました。去年はプロは絶対無理やろと思ってたんで、でも今年こういう結果が残ってきて、でスカウトにもやっぱ見に来ていただいてるんで、もしかしたらあるかもっていうのがすごい気持ち的には強いんで、そうですね、もう NPB 行くことしか考えてないですね。目を見張るような飛躍を遂げたシーズン、そのきっかけをくれたのはコーチの存在でした。僕も平井さんが多分いないとここまでの球を投げれてたかも分かんないんで、まだ力を入れるタイミングがちょっと早い。玉木投手の成長を後押ししたのは平井亮ピッチングコーチです。2010年に帝京第五高校から東京ヤクルトスワローズに入団し、 NPB で10年間プレー。2021年から愛媛マンダリンパイレーツに入団し、今年コーチに就任しました。プロ野球で一軍のマウンドにも立ったコーチのアドバイスは、玉木投手の潜在能力を引き出します。僕スライダー投げてたらすごい肘が痛くなったんで、それで平井さんが投げてたスライダーの投げ方を教えていただいて、挑戦してみると全然肘が痛くなかったんで、それでバンバン三振が取れるようになったんで。これまでは自信を持てる変化球が少ないことが課題でしたが、平井コーチ直伝のスライダーは投球の幅を広げる決め球となりました。高校まで独立リーグの存在を知らず、地元和歌山から不安を抱えて愛媛に来ましたが、踏み出した一歩は大正解だったと振り返ります。夢は叶うのか。運命のプロ野球ドラフト会議は今月20日。チームを率いる弓岡監督も大きな期待を寄せています。ピッチャーらしいピッチャーといいますかね、まあ、上から投げ下ろすスピンの効いたボールを投げる投手ですよね。若いですよね、20歳ですから伸びしろはまだありますよね。さらなる伸びしろを感じさせる玉木投手、実戦を通してピッチングの考え方もシンプルなものへと進化していました。常に試合から意識していることなんですけど、一球一球一人一人後のことは考えずっていう、試合で後のこと考えすぎてもその場を抑えれないと意味がないんで。誰からもやっぱ信頼されるようなピッチャーにはなりたいですね。あ、玉木行ってこいって言って、こっちも安心で見てられるからみたいな感じの選手にはなりたいです。愛媛で心技体を鍛えた若きエースは目標をしっかりと見据えています。